初代ゼルダの伝説から3つのクイズを出題。ゼルダの伝説検定にチャレンジしよう。ゼルダの伝説検定7。迷宮内にいるポルスボイスという耳の大きなモンスター。あることをすると楽に倒すことができる。それは何？1。爆弾や笛で大きな音を立てる。2。ファミコンのマイクで叫ぶ。3。滅びの言葉を口にする。ゼルダの伝説検定8。笛のアイテムを得るといろいろなことができるようになるが、できないことはどれ？1。レベル5の迷宮のボスを弱らせることができる。2。すっきり爽やかなラムネ味。3。竜巻が発生し別の場所に飛ばされる。ゼルダの伝説検定9。パワーブレスレットはある場所で入手することができる。その場所とは、1。おじいさんに手紙を渡すとお礼にもらえる。2。アモスの下に隠れている。3。壺の洞窟で手に入れることができる。答えはすべて、この動画内にある。君の回答は、正解か、それとも不正解か。命の水について。使うことによりリンクのライフのハートをすべて赤くすることができる。赤い水は一度使うと青い水となり、青い水は使うとなくなってしまう。再びレベル2の迷宮に。十分に強くなったリンクでレベル2の迷宮青ゴーリアの部屋まで行きます。
マジカルブーメランについて、木のブーメランより遠くまで飛ぶ。
パワーブレスレットについて、リンクの体の中に強い力がつき、岩も動かせるようになる。ライネルについて、デスマウンテンに近づくものを撃退する守り神。攻撃力が高く、放つ剣は小さなシールドでは受け止められない。ギーニについて、墓場に住むお化け、最初からいるものと墓石に触ると出てくるものがいる。マジカルソードについて、最初のソードの4倍、ホワイトソードの2倍の攻撃力を持つ剣。道を行けについて、4つあるワープポイント。墓場のワープポイントでは、左の階段からはマップ中央の森へ、真ん中の階段からは初期位置付近へワープする。この先の山について、正しいルートで進まないと出ることができないループ地帯。北、画面上を連続で進むと先に進むことができる。西、画面左に行くと戻る。なお、東、画面右から入った場合、同じ場所に引き返すためには一度西、画面左に行き大回りして戻るしかない。ポルスボイスについて、耳の大きなお化け、大きな音に弱いという弱点を持つ。ファミコンのコントローラー2のマイクを使うと一撃で同時に倒すことができる。ファミリーコンピュータ任天堂スイッチオンライン版の場合、L ボタンと ZL ボタンか、R ボタンと ZR ボタンを同時に押し続けることで、同様の効果がある。ギブドについて、ミイラ男、なかなかの怪力で攻撃力も強い。
笛についてデグドガを弱らせることができる。フィールド中で使用すると竜巻が発生し、一度クリアした迷宮の入り口に移動することもできる。
デグドガについて、オオウニラ、その巨大な体のため、衝撃波を受けると体がしぼんでしまう。ちなみにウニラは、クルクルランドに登場する敵キャラクター。